ガがもし眠れないなら、考えておく。だから電話のスイッチ切らないでおいて。今日も一日お疲れだったな。あ、おかえりなさい、大河くん。今日はね、コロッケなんだって。一緒に作ろう。トウヤと一緒にお手伝いしてたんだけど、美味しいのいっぱい作っちゃうよ。しっかりこねて、きれいに丸めて、食べ盛りな男の子のお腹もいっぱいにできるようにって。今夜もごちそうになっちゃうだけじゃ悪いから、だからせめてお手伝いくらいはしたいと思って。そんなこと。ないとは言えないかもだね。やっぱりって何？あれだね、昔に比べて随分体が大きくなったけど、意地悪な心も一緒に大きくなっちゃったんだね。なんだか千葉ちゃんがかわいそうだよ。お鍋を爆発させちゃったのも、食べた人を失神させちゃったりとかも、そんな失敗はもう何度も何度も繰り返してきたから、だから今はもう人並みにはできるんだよ。うん、おかえり。何かあったのかなって心配してたんだぞ。そっか、それならしっかり食べて力をつけなきゃだ。
美味しくなるように頑張らなきゃ。責任重大ですね。うん、自分でコネコネしたコロッケ美味しいよね、すごく。ああ、自分たちで作ったコロッケは不思議なくらい美味しいぞ。餃子とかも同じだな。一個一個自分の手で丁寧にお肉を包んで作っていくんだ。お店のものより断然不格好なのに、どうしてか断然美味しくできちゃうんだ。そんな得意そうに言われてもな、反応に困るよ。お姉ちゃん、どうしよう、大変になっちゃった。小麦粉の袋パンってなっちゃった。しちゃった。それはいいよ、気にするな、頑張ってくれたんだもんな。それよりも、怪我とかはしてないか？真っ白気になっただけ。うん、大丈夫、平気だよ。そうか、平気か？それならよかった、安心だ。トーヤ、コロッケの代わりにトーヤを揚げて食べちゃおうか。きっと美味しいぞ。うん、今日のお姉ちゃんは意地悪だよ。料理の前に一緒にお風呂入ろうか。朝日さん、いいですか？うん、お願いしてもいいかな。コロッケ作りはそれからにしよう。覗いちゃダメだよ、絶対ダメだよ。本当に？それってどういうことかな。私だってもう昔みたいに子供じゃないんだよ。だからええー、私だって子供じゃないもん。様子が違うよな。うん、ちょっとはしゃいでるっていうのかな、そんな感じがするよ。
君が最初にここに来た時は大変だった。ああ、一筋縄じゃいかなそうな子が来たなって思ったんだよ。そりゃそうさ、今初めて言うんだからね。ハルと話してる君を見ていると、どうしてかな、あの頃のことをなんとなく思い出してしまったんだ。まるで共通点なんてないのに。今だから正直に言えることではあるけれど、控えめに言っても変わってた。それまでここで出会った子たちとは少し、いや、かなり違ったんだ。君の抱えた願いは子供が抱くには早すぎるものだった。だからどう接するのが正解なのか、実は結構悩んだものだよ。まあ、何が言いたいのかというと、タイガ、君が元気になれてよかった。そして無事こんなに大きな男の子に育ってくれた。それもまた嬉しい。ほら見てみろ、もう私より背が高い。初めて会った時はトーヤと同じくらい小さかったのに。まったく生意気だよな。頑張ってつま先立ちしてみても、君の首元くらいにしか私はもう届かない。今日から一緒に考えよう。君の悲しみにその魔法は本当に必要なのかな。教えてほしい、君の願いは何だろう。どうして君は魔法を必要とするのかな。
なあ少年、死にたがりの男の子、私から君へ問いかけたい。まずは教えてほしいんだ。どうして君はそんなにも死にたいと願うのか。この問いに、この私を、特権と役割を担う魔法使いであるこの私のことを十分以上に納得させられるくらい説得力のある返答をしてみせてほしい。まずはそこからだよ。それが叶わなければお話にならない。それこそがまず最初に君がここで乗り越えるべき障害だ。よくよく考えてから答えてほしいんだ。答えはノーだな。君の答えは曖昧すぎる。とても夜の中から魔法を、奇跡を持ち出すことは許可できない。君は魔法を扱うには心があまりに足りない。君のすべてがあまりに危なっかしいんだよ。ああ、そんなところだよ。何せ君は自身を最も最悪な方法で殺してくれる魔法を想像してる。そんなのは危なっかしいどころの話じゃない。ここにあるたくさんの物語とたくさんの登場人物たちの言葉を見つめて心を磨けよ、寂しがり屋の男の子。ヒーローはきっとここにいる。夢も希望も魔法も全部これらの中に詰まってる。この世界は魔法であふれかえってる。ここにある言葉たちはすべて過去から現在へと届けられるエールなんだよ。その声に耳を傾けるように本を読み、共に心を締め付けるように映画を見、時に涙をこらえながら漫画を開き、いつか一緒に穏やかな音楽に心たゆたい。面白おかしく笑っていよ。だけどどうしようもなく悲しいことがあったなら、時には泣いてもいいし落ち込んだって構わない。そうできる心にだけ
魔法が宿る。忘れないで、私たちはいつだって頑張ってる君を応援しているよ。名前はトーヤだ。冬月トーヤ。訳あって名字は違うが、れっきとした私の妹だ。今はちょうど君と同じくらいだな。仲良くしてくれたら嬉しいよ。今夜もたくさん遊んだな。夜の街で買い物してきた材料で、さて今日は何を作ろうか。そうだな、君がその願いを忘れてしまったその時がちょうどいいかな。死に方を知るなんて、それくらいがちょうどいいよ。そして苦しみだなんて、もうお腹いっぱいだって、その頃にはこれ以上ないほど十分だって、そう思えてるはずだよ。おじいちゃんになるくらい、ずっとずっと先の話じゃないかな。ああ、そうだよ。食べる量もほんの少しで良くなって、一日の大半を睡眠に充てるようになり、細くなった体も、なかなか動かしづらくなってしまって、ふと自然に柔らかな布団の中で、よく生きたな、そろそろかなって、そう思えたとある夜のことじゃないかな。そうだよ。よかったな。生きて、生きて、飽きるほど生きて、ようやく死ねたな。
その日がやってくるまではやりたいことだけ選んで生きよう。思い切り楽しめばいいじゃないか。思い切り泣いたり悲しんだりすればいい。それが君らの特権だよ。偉そうなことを言わせてもらうけど、生き急ぐ少年、しぶとく生きろよ。勇敢に生き抜けよ。人はきっとずうずうしく生きるくらいでちょうどいい。他人に好かれようと自分を殺してしまうより、大勢に嫌われてしまうくらいでちょうどいいんだ。だからほら、もう一度笑ってみせてよ。君くらいの子はさ、もうちょっとだけ無邪気で生意気なくらいが可愛いぞ。辛く悲しいことがあった日はほんの少しだけ早く眠ろう。そして私たちと話をしようか。君の心がちょっとだけでも軽くなれるようにと祈ってる。タイガ、ちょっといいかな。ああ、実はタイガに見せたいものがあるんだよ。
るし、そうじゃないとも言えなくもないし。まあ、うん、そういう時もあるさ。私だって当然完璧じゃないし、そう単純でもないんだ。いや、まあそんな厄介なことでもないんだけど、ただこれをタイガと二人で見たいなって思っただけなんだよ。そうだ、アニメだよ。新作アニメの DVD だ。テレビ放送では第1話を見逃してしまってたんだよ。2話から見るのもなんだか違うなって感じで、当時はそのまま最後まで一度も見ずに終わってしまったんだ。そして DVD の1巻が発売になるまで我慢して待ってたんだよ。ちゃんと1話から通して見るために。ほら、これでやっと見れる。そう、このアニメはちょっとエッチだ。トウヤにはまだまだ早いし、ハルはそうだな、こういうものを受け入れられる子なのかどうかわからない。だからタイガ、君が付き合ってくれたらなって思うんだよ。知ってるよ。タイガは立派な男の子だ。言われなくてもちゃんと分かってる。そんなわけない、大好きだよ。だってそれはさ、これ楽しみにしていたアニメなんだよ。一人で見るのもいいけれど、今の気分はそれだとちょっと寂しいっていうか。ほら、名作の予感がするものは一緒に、ここはこうだ、あそこはどうだって話しながら見たい。そんな気分になることってないかな。今の私はちょうどそんな心境なんだよ。知ってるだろうタイガー、私は決して読書家というわけではないんだよ。どうしようもなく好きな作家が一人いるに過ぎなくて。どちらかといえばアニメや映画で想像力を養うのが性分に合っている、受動的なインプットが好物なんだよ。
他に気にしなきゃならないこと、しかも魔法使いとして、それは何だろう。なんだ、そのことか。僕の王の力が。全く気にならないよ。私は君のことを信頼しているから。私は君になすりつけた仕事に関しては手出しも口出しもしないって決めてるんだ。それとも何か問題があったのかな。でも素直になれず、そんな態度とか。本当は今すぐ私に、このお姉さんの胸元に甘えたように泣きついてしまいたい。なんだよ、つまんないな。私は今すぐ君のことを抱きしめたいのに。それなら、ただただ無責任にこの言葉を君に送ろう。頑張るよ、男の子。魔法少女使いの男の子。君ならできるって信じてる。だけど、どうしても無理だと感じた時には言いなさい。男の子が泣いてすがってくるの、大丈夫だよ、平気だよ、私がついてるよと言って慰めてやるのが大好きなんだ。私はさ、甘やかして心も体も栄養満点にぷっくりと太らせてやる。それが私の趣味だからだ。そんな趣味を持っているからこんなお店を構えているんだ。君はまだまだ子供だ。失敗したとしても大人の私がいくらでもフォローしてやれる。だから今は自分で考え、自分で悩み、安心して失敗してきなさい。今の私が今の君に言えるのは、まあせいぜいそれくらいだよ。魔法少女使い奏でたいが、君がどんな答えを出し、君がどんな風に彼女らを導いていくのか、私はそれが楽しみでならない。そんな気持ちも私の中に確かにあるから。だからタイガー、今は一緒にこのアニメを見よう。そしてちょっとエッチな雰囲気になって二人で一緒に気まずくなろう。そんな流れもきっと楽しいはずだから。
大丈夫、平気だ。きっと萌えがその初心を癒してくれる、間違いない。一話だけでいいから一緒に見よう。今が嫌なら今夜こっそり二人っきりで。いいじゃないか。タイガをこのアニメで姉萌えにする作戦なんだ。ちょいと報告したいことがある。魔法使いとその弟子よ、大変だ。どうやら迷子が出たみたいだぞ。君らの出番だ。どうなってるんだ、魔法使い。町は噂で持ちきりだ。魔法使いのところの下っ端が迷子を逃がしちまったってね。ほら、そこの子供だよ。お前が飼ってるその人間のオスだ。昨晩そいつが迷子を逃がしちまったところを見ていた奴がいるんだよ。迷子がそこらで暴れては移動を繰り返してる。町の猫どもが迷子の行方を総出で捜索中だ。まったく、その子供のせいで余計な手間が増えてしまったじゃないかとも言われてる。そうか、申し訳なかった。そうなってしまうのは想定よりもずっと早かったな。昨晩のことはタイガから報告は受けてる。お夕飯を食べてから昨晩逃してしまったらしい迷子の探索に出てもらおうと思っていたんだが。もちろん今もこの町のどこかで苦しんでいるのだろう迷子の持ち主のことを考えると、何をのんきなこと言ってるんだよと呆れられることもあるだろうし、それが正論だとも思う。だけど人間は神ではないんだ。だから間違いも時には犯す、失敗だってする。無論私たちだってそうだ。
そこを責める気はないよ。それにまだ迷子が悪夢に変わることはないだろうから、そう慌てなくてもいいよと私はタイガに言ったんだよ。こんな風に町を暴れるだろう段階にもまだないだろうってね。全ては私の判断ミスだよ。だから責められるのはタイガじゃなくて私の方だ。相変わらず甘いな、激甘だ。悪いことをしたのだから、それをちゃんと分からせなきゃならない。こっぴどく折檻してやればいい。子供の扱いなんて、泣いてわめいてごめんなさいと謝り出すくらいがちょうどいい。相変わらず乱暴だな。わざとやったことではないのなら、怒る気はさらさらないんだ。私と君とではちょっとだけ教育方針が違うんだよ。あんまりうちの子をいじめないでやってくれないかな。そんな調子なら君の店には今後一切悪夢を取引してやらないぞ。何はともあれ迷子の話だ。自分家の子をどんな風に甘やかそうと、それはそちらの勝手だからね。好きにすればいい。こちらに迷惑がかからない限りの範囲でね。ああ、そうだとも。うちはうち、よそはよそさ。こちらはチョコレートの食べ過ぎで鼻血が出るくらい甘くしつけるのが方針なのさ。魔法使い、そんなことはどうでもいいんだ。とにかく迷子なんだよ。早々に何とかしてもらわないと、他の客たちが怯えてしまって、挙句自分の家に引きこもったまま出てこなくなってしまう。誰も夢を見なくなってしまうんだ。買い手がなければ、どんなに上等な洋服を仕立てたところで、そこにどんなに素晴らしい夢見を織り込んだところで、全部が全部無駄になってしまうんだ。迷子はせっかく仕立てた商品を片っ端から食い散らかしたり、盗んでいったりもする。おまけに夜の街を残らず破壊しかねない。だからさっさと処分してもらわないとかなわないんだ。そちらはそちらの仕事をちゃんとこなしてほしい。ただそう願いに来ただけだよ、魔法使い。
それぞれに定めた役割をこなそう。ただそう言いたいだけなんだよ、こちらはね。そうだな、迷子を迎えに行かなきゃならないな。一刻も早くだ。頑張れよタイガ。だけどまあそんな風に肩肘張らなくてもいいさ。君も迷子も無事であってくれればそれでいい。仕方がないとはあまり言いたくないな。どうしようか。また人間の子を増やしたのか。なんだかすごくおしゃれな猫さんだね。とっても可愛い。じゃあトーヤ、急いでお夕飯の準備済ましちゃおうか。うん、コロッケ綺麗に丸められるように私もいっぱい頑張るよ。一つお願いがあるんだけど、いいかな？